グラタンです。お願いします。お願いします。はい、頑張っていきましょう。ちょっと聞いてや。ああ、聞こう。あのさ、この間理不尽なことでめちゃめちゃ怒られてさ、あー腹立つね、そういうのはね。そうやね、あのその日、なんか友達と遠出しようと思って高速道路に乗っててんよ。高速道路にね、じゃあ目の前の車が遅い遅いねん。あ、まあそういうことたまにはね、あるからね。だから俺抜かしたろって思って、そのウィンカーを出して追い越し車線でその車を追い越してんや。あ、こうグッとね、はい、そう、じゃあいきなりやで、うん、後ろからパトカーがウィーって来て、あ、ウーやわ多分。パトカーは多分ウーって来るわ。なんかね、で、それ左寄ってくださいって言われて持ってさ、え、止められたってこと？そういうこと。え、なんでなんで？いや、俺も分からんねん。スピードとか出しすぎてなかったんな。まあ俺も確認しとってんけど、まあ80から85キロぐらいで。ほな大丈夫。そうやろ。あ、シートベルトや。それもちゃんと締めとった。ウィンカーも出してたやろ。そう。なんで止められんの？いや、そうなるやん。いや、だから俺も話だけ聞こう思って、そうやな、まあ左に寄せて、とりあえず乗ってる自転車から一回降りて。おお、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 何から降りたと思う？チャリ。何してんの？どこ気にしてんのお前。え、だから俺警察にバシ言うたって。何を？おい、あ、おかしいぞ。お前がおかしいぞ、それは絶対。何も理不尽ちゃう、お前が悪いんやんかさ、完全に。なんでやねん、こっちシートベルトも閉めてウィンカーも出してんねんで。どこについてんねん、チャリのお前そんなもんな。いや、百歩譲ってウィンカーしかつけられへんわ、ハンドルがあるからね。シートベルトお前スカスカやで、つける必要ないねん、チャリンコやからここ。お前アホやな、こっち80か85キロ出してんねんで。それ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 一番気になんの。どっちそれ。何が？いや、だからさ、80出るチャリがすごいんか、80出せるお前の足がすごいんか、どっちなんかなと思って。いや、そんな分からんけど、普通にママチャリ乗ってたよ。ほな、お前やん、今日。ロードバイクとかやらしにママチャリで高速でこれで80。いや、違う、座って。座って80出せる。あとハンドルも握ってへん。これで80。どういう状況これ。ちょっと恥ずかしいねんけどな、補助輪つけっぱなしやねん。小松機械な、ほんで。お前80キロなんか駒付きで走ったら駒パーン飛ぶでお前。あ、そうやね、ちょうど俺も駒パーン弾けて初めて高速で一人乗れるよ。どこで成長してんねんお前。なんで高速で成長すんねんお前、おかしいやろ。あ、いや、あんじゃなくて、もともとなんかチャリで乗ったらあかんやん、高速をな、わかる。お前誰に口聞いてんねん、しまくぞ。お前一番理不尽やんけ、もうええわ。どうした。